中川浩二は日本のエコノミスト、元野村総合研究所社長、中曽根康弘元総理大臣のブレーンとして知られた、山口県出身。高松高等商業学校を経て、1943年9月、旧政東京商科大学本科を卒業し、日本銀行入校。大学では山田雄造ゼミナールに所属。日本銀行調査局次長。 総務部長を経て、1973年、営業局長、1975年理事。1980年、野村総合研究所副社長、1983年度社長、県研究所長、1987年度、相談役、1990年度顧問、1993年、財団法人世界平和研究所副会長。 1994年3愛、石油監査役この間第2次臨時行政調査会、臨時行政改革推進審議会に所属、財政再建、規制緩和等を担当し、行政改革に取り組んだ。また1985年、中曽根首相が政府税調に、官僚出身で内住民間の暴れ馬を入れ補強したいと述べたことを受け、 政府税制調査会特別委員に就任し、税制改革に取り組んだ。趣味は、囲碁と浜田山の自宅周辺の散歩。酒はほとんど飲まず、二次会と名のつくものに参加したことは、ない。元日銀理事の中川浩二さん死去朝日新聞2016年1月6日、渡辺常を、ファンド資本主義の時代に、教養主義の復活を、渡辺常を解雇録、 P4141986 年7月14日、日本経済新聞1986年10月13日、日本経済新聞1985年8月31日、日本経済新聞1984年5月24日、日経産業新聞。ありがとうございます。